あぶねえ、やっぱこっちにいて正解。あぶねえ。よーし。よーし。大きいぞ。プラス295はでけえ。でも待って。10キルしてプラス295ってことは、俺普段プラス400とかの時ってあれどんだけキルしてんだ。いやー、こんにちは。いやー。始まったわ。いやでもやっぱあれ見るとやっぱウィングマンって強いよな。あの上振れがすごすぎる。そう、ああいう時の打ち合い本当にウィングマン強いんだよな。バグだわ、ちょっと。キルポ多分あれなんだな。フローショットポイントとか含めて、なんか20いくつとかあるんだろう。そんぐらい盛る時って大体。そう、必勝。あの、ウィングマンね、マジでやばいね。対面っていうかね、なんだろう、そう、エルスターは安定で、ウィングマンで上振れって感じかな。そう、ウィングマンはね、結構警戒しててもね、なんか急に死んだりするんで、そんぐらい強いね、あいつは。上振れ担当ウィングマン、安定担当エルスター。ひたすらブッシュアスね、来てもらって、俺はひたすら、いやもう俺覚えてるわ、どこに降りるか相手が、それを殺しに行くのみ。何のバグなんだろうなあれ。ナイチョーン、謎バグです。まあまあまあ、チーターに取り、なんだ、チーターにぶっ殺された分を取り戻したって感じですね。素晴らしい。チーターはあれやるわけじゃん。やばいよね。かなり。あれをやってるわけじゃん。なんでさ、漏れねえんだろう。あいつら。あんなことやってたらさ、無限に漏れると思うけどね。どんだけやべえんだ。相当やばそうだけどね。あ、まあ、いっか。あるわ。あっちで拾ってくれ。おい。今あった気がする。まあいいや。青シールド、もらいまーす。よし。これで、あとはね、標準ストックっすね。ちょっとエルスターはマジで、ストックが強すぎる。なんかすげえ当たるようになる。だけど、標準ストックがないと、なんか当ててねえんだよな。ストックの偉大性が。バッテリー2本作るために、拾ってくるか、しょうがねえ。ちょっと、ここ担当の人誰？なんで拾ってないのこれ。あ、ありがとう。これで、完備。3本作れるかな。バレルも。そう、なんかね、そうなんですよ。バレルも強いんだけど、ストックがあるとなんか、すげえ安定するんですよね。常に安定したダメージ出せるみたいな、そういうイメージ。だから私はストックを作ります。あと、一番はね、切り替え速度だね。これがあると、25% 速くなるんですよ。レベル3って。AR ぐらい速くなるから、マジで、運用方法がすごいことになる。そこが強いなぁ。そう、よっこいしょ。だけど、だんだん、ってわかるかな？俺もうめちゃめちゃ早いんですよ。0.6 秒か 0.55 秒とかかな？確か。すげえ早いんだよな。普通が 0.85 とか 0.8 秒っていうなんかもう致命的な速度で切り替えするけど、それをどうにかしてくれる標準ストックくん。何？読んでやろう。任せてくれたまえ。読みまーす。お、あれ？カラスいなかった？さっき。ちょっと届いてね。あ、人が増えてきた。やばい。7時半だからか？人が増えてきたわ。ラグい。テラフォーマー2部隊。はい。ちょっと楽になってきたな。うん、ちょっとピングが120とかまで来るようになっちゃったな。おラグくなってきたよ。オッケー。へへ、バケモンラグいんだけど。いいねー。何メートルこれ。120メートル。素晴らしい。やっぱエルスター最強だわ。32発で1人殺せるぞ。80ダメージ入った。110でしょこれで。最強じゃん。最強レース、気をつけろ。さっきそれで死んだぞ。死にかけてたぞ。さっきその体の出し方で死にかけてたから気をつけてくれ。そのローバー、赤シールドだから怖え。早え。赤になるのが。はい、大丈夫。詰めてきたら、俺がエルスターで死ぬほどダメージ入れるよ。なんで詰めてきちゃうかな、君ね。
右にパーティーいるのにね。ほら死んじゃったバカめ、許さねえ。だから死ぬんだよ。おれうわーい、うい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 やめて、撃たないで撃たないで。レイスお前大丈夫か。頭出し気をつけてくれマジで。確かにそれで死んでるって、死にかけとるって。そうなんですよ、そうエルスターは弱いっていう認識があるからバケモン食らってくれる。カバミーブラタオブラお前諦めろ、来んな。こんばんはなんでやねー、これぞノラランク、いやソロランク、そういうもんそういうもんなんですね。なんでこっちにいるの席。いやこれは俺天才かもしれん。園外に行こう。フォローありがとうございます。で、肉とか拾って味方の肉を拾いに行こう。それでさすがに全部抜かれてるとかはないと思うんだよな。でちょっと投資でゆっくり行こう。ランクいつだったっけ。あーしょうがねえわ、なるほど。なんかいるわ。俺も全部抜かれてんのかな、ワンちゃん。お、いや、天才、神だ。いいやつだ。縁側の民がいたね。1分。何メートル ?463。これ、行かないとあれっすね、これ。敵戦ってるし。ありがとうねー。これは、そうね。超ギリだね。医療キットがあればな、第4収縮もいくらでも、もう全然どんとこいなんだけど。あ、迷うな。かな。そこで3個作って、医療キットで耐久しようかな。ありだな。作ろう。多分そこで戦ってたからあると思うんだよな。あまり。で、カラスがいるってことは、問題なし。あ、取り付けねえかな。いやギリギリいけると思うんだよな。そこに行ければ医療キットあるから、多分あるはず。この間ファイトしてたんだよなさっき。あった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 。絶対人質とかも余ってるだろう。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。これは素晴らしい。こいつはこいつはチビ肉。あーしよしよし、おいしいおいしい。なるほど、その中いるのか。ってことはその青コーラに入れればある。いやこれはかなりいいんじゃないか。4位はでけえっす。チーターじゃない限りはこっちに来るってことはないと思うんだよな。3331、こことこことここかな。うわー微妙いなー。これここに箱があるけど右のやつらかな。そう大会とかだったら多分右のやつらが守ってくれるとかかもしんないけど、まあ、ここのここに行けたらありだな。いやーもうちょいがっつりやってくんないときつい。お、左が洞窟に行ったぞ。多分だけど。俺の前に、ここにいて、いいぞ。ダウンしたから。お、いいね。多分これ、行くな、これ。行くぞ、行くぞ、わかるわかるわかる。フォローありがとうございます。うおー、やべ、ピングが上がってきた。神。俺に勝たせる気ねえよだな。
熱いファイトしてるじゃねえか。ちょっとここで見ようかな。ここでいいや。これだったら多分射程圏内4メートルぐらいだから、多分ここに来てくれたら殺せる。そこは無理だけど。あとこの青も無理だね。ここがギリかな、多分。6メートル、そうだね。うん。帰ってきたの？なんで？やれよ。終わった。この壁裏で戦ってくれたらな、ワンチャンあるな。同居してる奴が多分ファイトするから、それをこいつらが美味しくいただこうとするところを俺が美味しくいただくっていう。あぶねえ！やっぱこっちにいて正解！あぶねえ！死ねえ、この野郎！ラグ、いやでも2位はでかい。いやラグけど、ラグいけど、ナイス、あぶねえ。おし2位はでけえ。あぶねえあぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。よし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 、ナイファーイ。いやよくいった、よくいったよく耐えた俺。いやーとんでもねえ、ナイスすぎる。いやこれよな、最強よ。いや危なかった、右のやつが守ってくれてよかったわ。危なかったわ、マジで。あの、パスファインダーがこっちにさ、グラップル使ってこようとした瞬間に右側めっちゃ打ってくれたおかげで、起こすって判断になってくれたわ、相手が。危ねえ。なんだかの2はでけえわ。